おはようございます。2021年11月20日土曜日の朝です。今日の体重は 64.55 でした。体脂肪率は 37.1% です。寝坊をしましたそしたら朝ごはんを作ってくれてました。昨日のあら汁とジンギスカン風豚肉、野菜と一緒に炒めてくれてます。今日の朝ごはんです。ジンギスカン風豚肉ともやしと玉ねぎ炒め、イカの山椒漬け、納豆にネギがけ、タラ汁、麦ご飯、酢です。ジンギスカン風豚肉ですが、これはですね、旦那さんがジンギスカン食いてって言って買い物カゴに入れたら、実は豚肉だったっていう2回目のやらかしです。これから朝の散歩っていうかですね、お昼も間もなく12時なんですけど、お昼散歩に行ってきたいと思います。朝方はすごい寒くて外出る気しなかったんですけど、今やっとって言っても6度でもちょっと行ってきたいと思います。チョコとアーモンド食べます。今日はルーローカレー本番です。できた。結構時間かかった。今日もう4時半。美味しそう。今日の夜ご飯です。結局ですね、もう夜ご飯作るのがとっても大変な感じになっちゃったので、もうルーローカレー食べちゃいます。でも、まあ、一応抜きご飯なんですけど、めっちゃ少なめにしました。親指3本分くらいでちょっとお野菜多めにして食べます。漬物食べます。今終わった直後なんですけど、今日ですね、すごいありましたよ。最初にマリコ先生のヨガをですね、6分やりました。その後ケイコ先生の40歳からの優しい筋トレっていうのを、腹筋と背中筋のやつをやりました。その後ですよ、もうマリナさんのやつ止まんなくなっちゃいまして、私ガチ有酸素8分ジャンプありのやつやりまして、次にですね、有酸素と全身筋トレっていうやつを、これは10分やりました。それでもうダメ押しで、もう一つやりたいと思って短めのやろうかなと思ったんですけど、なんかちゃんとしっかりやりたいし、結構気に入ってるので終わりにしたかったので、よくやってる筋トレ前後や朝にっていう15分の有酸素運動をやりました。なので、まこの後ちょっとお風呂の後に多分ヨガやると思うんですけど、ストレッチ、筋トレ、有酸素と続けてやったので、今日はですね、昨日はちょっとしかできなくて、その前は運動できなかった分の運動を今日ギュッと詰めてやりました。久しぶりに1時間くらいやったので、めっちゃ汗かいて、これ見えますか、これ汗、今日もこんな汗かきまして、もう前もすごいですよ、これない汗かいて、ちょっと恥ずかしいですけど汗かきになって、で髪の毛のとかもくる先ちょっと出ちゃってこかんないけど、とにかくすごい汗かけて今日大大満足です今ですね、運動終わって先にお風呂入っちゃって、もう寝る準備万端状態なんですけど、今日ですね、本当はそうぬか床を本当は作りたかったんですけど、時間なくてできなくって、それともう一つ白味噌も今切らしてるので、それも作りたかったんですけど、
今ですね、こんな格好になっちゃったんですけど、今やってます。これ今大豆を茹でて、でミキサーだっけ、これなんだっけ、これフードプレスサーセンで今ウィーってやってます。あと麹と塩はもうここプロセッサーし終わってるので、プロセッサーって言わないか、これをあとは、ヨーグルトメーカーに仕込んで終わりです。はい、じゃあヨーグルトメーカーにセットスタート。これで今日のお仕事はおしまい。明日はぬか床作ります。材料全部買ってきたので、もう作れるので明日やります。はい、ということで今日も一日が終わりました。さっき運動の後に散々喋っちゃったので、今日の最後はもう短めで終わりにしたと思います。それでですね、今日カレーライフの本番の撮影をやりまして、予定では食べるつもりはなかったんですよ。またカロリーオーバーしちゃうかなと思って、でもなんかもう疲れちゃって、だいたいいつも早くても2時間ってことないかな、まあ3時間近くいつも撮影するんですけど、今回3時間半、4時間近く、4時間もでかないかな、3時間半くらいかかってですね、なんかすっごい疲れちゃったんですよね。それでもうご飯作るのもめんどくさくなっちゃって、もうパッて食べました。でもちょっとご飯少なめにして、ちょっとですね、ちょっと一応気は使っておきましたので、明日の目も増えてる気がする。今日運動頑張ったけど、なんか明日日曜日だからちょっとですね、気をつけたいなって思ったんですけどまあ明日の体重が楽しみだなって思ってます。でも月曜日からですね、予定ではなんですけれども、酵素を飲む3日間のファスティング、断食ですね、やる予定なので、頑張ってやっていきたいなって考えてます。はい、こんな感じで今日はこれくらいにしておきたいと思います。それではまた明日お会いしましょう。最後までご覧いただきましてありがとうございました。またねー。